というわけで本日ね、この見ての通り鬼の強風です。はい、旅の方はですね、最近の動画見てくれてる方なら分かると思うんですけど、ミドルが深くてショートボードではやっと一発当てれるかどうかっていうぐらいの勢いの波コンディションが続いてます。で、その中でサーフボードに頼ってしまおうということで、最新モデル RNR ランドノーズランドっていうペルセボから新モデルが出たんですよ。ショートボードではもう限界の波もあると思うので、反則ボードですけどこれ乗っていきたいと思います。スムースオペレーターのペルセボは売り切れたらしいんだけど、これはですね、クレードマ店やったりウェブサイトがあるらしいんですよ。かなりね、レアやし、最新モデルってどんなボードかまだ分からんからさ、ってとこもあると思うんですよ。だから今日ね、一回改めて乗って激タル、鬼タルウェーブ、ショートボードで走りやんとこを、はい、こちらで走っていけたらいいなと思います。反発とかはカーボンが勝つかもしれないけど、走り出しがこうドーンといくから、この逆にこの軽いんやけどカーボンよりちょっと重みがある、その若干の重みがこう走らせてくれるんですよ。フラッグシップよりちょっと軽いっていうぐらいだからな。そうですね、だからいろいろ3種類カーボンとプレセブとブラックシープと重さでね、あと PU と PU が一番重いんだけど、でも重いなりにいいとこもあるじゃん。走りスピードついたらもう止まんないってやつ、重いのはね、トラックと一緒で、だからそのロングボードもそうなんだけど、トラックもそう、スピードつけるまではパワーがいって、走り出したら止まんないのが重いとこのいいとこで、初速をつけやすいのは軽い方がいいから、まあそれはね、波によったり自分の好き好きでね、いろんな4種類あるっていうことでやっていきましょう。はい、これね、39リッターってまあまあごついんですよね。だけどこのフェンスボってごついんやけど、テールが意外とこのシャープにふわってなんていうの、ボテッとしてなくてこうシャープに削られとるから、結構ターンとかもね、39リッターある割にはできるし、スムースオペレーターなんかは縦にターンリップ上げれるぐらいすごいですね。マジであんなね、6あってこう縦に上げれるとか今までなかったんで、こうすごいですね。まあそんな感じで朝のセッションはこちらの激タルウェーブをこのプレセオ RNR でどこまで走れるかやっていこうかなと思います。ちょっとこれ持ってください。これ暗いからさ、これさ、今日めっちゃ雨降ったり風吹いて、こういう便利グッズ紹介しようと思って、これビーチオデイズなんですけど、ナイロンパーカーのようでカッパにもなる、雨降ったらね、これカッパになるんですよ、はい、これはね、優れもんで、実は今日最近あったかいから乾燥でね、こうやって来ちゃったんだけど、車に1個積んどけば、これ多分さ、春とか秋とか今これからの梅雨時とかサーファーのね、おじさんたちこれ車に積んどいたら、しかもこれカッパに見えないから、このままカフェも行けるぐらいかっこいい感じもするんで、シンプルにここにビーチオデイズって書いてあるだけで、ちょっと黄色入っとったりね、背中にちょっと文字あるんですよ、あるのこれ、ここにちょっと、それがまだワンボイでかっこいいっすね。これね、俺ちょっとおすすめ、はい、これ1個積んどいたら、あとこれズボンもね、上下着ちゃうと本当にかっぱない、僕は持ってますけど撮影用で、はい、これはねちょっとおすすめだなと思って紹介させてもらいました。そんな感じで撮影いきます。RNR でね、行きました。今大ヒットでね、結構売れてんですけど、やっぱスムースオペレーターの方がね、名前も売れてるし、もう名作中の名作っていうことで完売先にしちゃいましたけどね。でもこちらもね、ニューモデルにしては結構な売れ行きで、完売間近みたいなのでね、興味ある人はね、今のうちにチェックした方がいいんじゃないかなと思います。僕もね、これについてブログ書いてるし、あと鵠沼店にね、見に行ってもらえればまだまだ触れると思います。まだまだっていうか、もうあと少しで、あとね、サイズがね、やっぱり自分に合ったサイズ選ぶんだったら早めに見に行きたいとね、無理やり違うサイズゲットするのももったいないですからね。行きました。あとワンタン、わー、あんな高くね、上がるんだよ。レフト方面しっかりノーズが上がりましたね。行きます。カーブ入れて行きました。ワンターンして、これもレフト、レフトの方が張ってくるのかな。ツーターン入った、今の良かったと思いますよ。いや、しっかりね、アクションできてます。行きましたよ。これもレフト方面、大きいターンから張ってくるんだよな、ここで。
で、ここでヒットはいいんじゃないですか。めっちゃいいんじゃないですか。これ RNR ね、やっぱ浮力はあっても長さがないってことで、やっぱり結構縦のアクションがしやすそうですね。これもいけちゃう。パドル早いな。割れる前に立っちゃうぐらい結構速いですね。パドルからライド方面トップで立って、ワンターン、フロータ気味のターンから張ってこい。で、ここでフィニッシュ。ああ、いいんじゃないですか。めっちゃ良かったと思いますよ。めっちゃいいと思います。まだ行くぞ。今の良かったですね。もうとにかく今日はね、もう風が強いし、ちょいちょい雨も降ってくるんですよ。この春っていうかね、5月はね、梅雨時もそうなんですけど、もうなんでタンクトップで痛いぐらい暑い時と、めっちゃ寒い時、もう本当に車に1枚ね、前半で紹介したと思うんですけど、ナイロンジャケットみたいに積んどくとね、もう重宝で、めっちゃ寒いんですよね。これ街だったらね、そこまで寒くないのかもしれませんけど、海だね、このなんていうかな、海辺は寒いです。風が強くて、1枚積んでサーフィン来て、特にサーフィン見てる人とか海辺で待ってる人の場合はもう絶対いりますね。もうオーバーな話、試合なんかある時、夏でもダウンジャケットいるぞっていうぐらい寒い時ありますからね、海は。で、特に5月、これはね、めっちゃ暑い時と寒い時の差がありすぎてね、もうこれ海だけなのかなと思うぐらい寒いですね。で、それをね、写真にインスタグラムとか出すと、暑いだろうとか来ますけど、これ本当海は寒いんですよ。真夏のね、全日本思い出しますね、タイトーでやった時。8月なのにダウンジャケットなんか持ってないですけど、車に積みっぱなしにしてあったのがあって来た覚えがありますから、そのぐらい急に寒くなる。ただ暑い時は海辺は街より暑いんじゃないかと。もうとんでもなく暑くてね、真っ黒に日焼けしちゃいますけど、もうそのね、温暖さがすごいのでね、やっぱり1枚と言わず、本当に厚手のやつと薄手のやつ2枚ぐらい積んどいた方がいいなっていつも思います。パドル、これここで、あ、行けましたね。レフト方面ワンターンして、で前に出る。うわー、もうめっちゃ乗れますね。やっぱりもうなんていうかな、板によって波のコンディションがどうこうより、板を変えてねやれば乗れちゃうんですよね。で、あとね、この間川井みのりプロのね、お父さんと喋ってたけど、その上行くとさらにね、やっぱ風の合うとこはどっかにあるんですよ。右側に堤防がある、左側に堤防がある。今日だったらどうだろう、右から風来てんだったら右に堤防の横とかね、それをね見に行って、もう本当に片貝から南のね、千葉南まで片道ね70キロまで行くって言ってましたね。で、どうせやるなら楽しむ。でもそういう考え方も本当ありかな。特にね、東京方面、湘南方面から来る人たちは、どうせどっか行くんだったらいいコンディションのとこ行こう、そういう感じでね。いや、スノーボードもそうなんですよね。できるだけアイスバーンじゃないコンディションのいい、雨降らない吹雪にならないとこを狙って僕も行きますけど、やっぱりなかなか初心者のね、当てにくいってことで、そう、当てるのがめちゃめちゃ上手な人がいますから、そういうね、知り合いがいたら教えてもらったりして、順番自分も覚えて、天気図なんか見れるようになったら素晴らしいなと思いますね。もうそうやってボード選びだったり、風向きだったりね、潮も大事ですね。そういうのを考えて、70キロって結構すごいですからね。でもスノーボード行くことを考えたら70キロなんか近いですかね。スノーボード片道250キロぐらい行きますから、そうやって考えたらね、70キロなんかちょろいんじゃないかなって僕は思ってね、今日も朝実は南の方行こうと思ったんですけど、どうせコンディション悪い、両方悪いから行くかと思ったんだけど、雨がね、向こうの方降ってたり、天候のことでやっぱりこちらにしたんですけど、いろいろ考えてね、移動するのもサーフィン楽しむコツなのかなと思います。はい、そうです。というわけで、朝の、ね、練習はこちらの RNR でやってきましたけど、いや、
この波はね、ショートボードでもこうなんていうの、もう無理やりこうファンディングやったり無理やりよいしょってやらなあかんとこを、このサーボードはね、こう何もしなくても棒立ちは大げさやけど、本当に体重乗せるだけでこう前に進むイメージ。あとこの RNR っていうボードはですね、この若干幅が広く作られてて若干短めのボードやから、そのパドルとかももちろんなんですけど、このテイクオフだったり乗った時にすごいね、この安定感、こう板があんまりふらつかない感じ、安定感があるんで、これは本当幅広いレベルの方にいいですね。しかもターンもなんかやっぱね、テールがこうシャープになってるおかげでターンとかも全然できたし、これは最高なボードでしたね。いやすごい良かったよ、縦に上がってる。やっぱり短い分縦には上がりやすいと思うし、でテイクオフが早いからなんか波が割れる前に立っちゃうから、いいポジションでターンできて、ショートボードよりね多めに走れる感じも見えましたね。確かにショートやったらワンターンとかこれツーターンできたって感じで、本当テイクオフの場所が違いますからね。いやもうなんていうの、本当にこう一気にパドルしてわーって下に降りるとこは本当にカーボンより速いじゃないかなとか思ったっすね。この加速がすごいなと思いました。なんか止まる気配なく2ターン目とか仕掛けれたから、なんかこれ乗っ取って楽しいボードでしたね。はい、まあそんな感じでね、結構ガチで本音レビューなので、ぜひ参考にというかね、参考にしてください。そんな感じで朝の練習終わりということで、お疲れ様でした。はい、お疲れ様。はい、というわけでね、これから午後のセッションをやっていきたいんですけども、いや最近ね、午後になると一気にね、これインサイドセクションにこうなんていうの、割れる場所が変わるんですよね。はい、だから今日はですね、マジでほぼ誰もおらんねんけど、僕もちょっと夕方午後のセッションはインサイド狙いでやっていこうと思います。ちょっとね、陸カメラプラスね、ちょっと水中の GoPro を混ぜながら、ちょっと臨場感ってやつを出していきたいなと思います。はい、どの辺で待つかとかね、ここで待った方がいいとか、この波選びとかね、最近やってるんですけど、それまたちょっとインサイドセクション版でやろうと思います。結構ね、インサイドでドカーンってダンパーみたいな波のやつはマジで波選びむずくて、本当に一歩間違えるとこうバーンって刺さって、波が桃腰ぐらいでも刺さって板が跳ね返ってきて怪我する可能性もあるし、だから波選びマジで大事なんですよ。引くパターンも挑戦するのも大事だけど、引くのも大事ということで、まあ、その辺ね、ちょっと解説とか入れながら、はい、ちょっと波選びやっていきたいと思います。あ、そういえばね、雨でね、こういう体勢なんですけど、鵠沼店に緊急でね、スムースオペレーター2本緊急に入ったらしいですよ。結構メッセージでね、もう買えないんですとか言ってくるんですけど、今なら2本サイズをね、ちょっと問い合わせてみてください。まあこれやった頃にはね、売り切れてるかもしれませんけど、まあダメ元で問い合わせたらどうでしょうかっていう感じで、2本入ったらしいです。そうです、ね、もう日本一買えない板、はい、日本一買えない車っていうのをサブチャンでやったらすごい反響でしたね、はい、ランクル70ね、それもぜひね、サブチャンネル見てほしいなと思います。はいはい、で行きましょう。ちょっとね、こっから撮り続けていきますね。 GoPro と合わせてやっていきたいと思います。まあちょっとだらーっと割れてね、どこで乗っていいかわからん感じで乗っても消えちゃうんですけど、この間ね、僕もインサイドで乗って撮影なしでやった時ね、インサイドで 3,4 本乗って、アウトで 3,4 本乗ってね、ちょっとめっちゃ楽しくて、アウトはね消えるんですけど、たまにねダラーとして長く続くやつがあって面白かったんですけど、インサイドの方が割れるので数は乗れそうでね、アウトはもうとことん待つ。ただ他に1人しかいなかったので、ほぼ2人貸し切りってことで、来た波はねパドルできるのでそんなに気は使わなかったんですけど、まあどっちがいいかって話ですよね。でもほとんどの人はインサイドでやってましたね。はい、行きますよ。ワンターン入って、これがね GoPro と合わせてみたらね、どんな感じなのかっていう感じで、はい、ここからですね、村田氏がアフレコしていきたいんですけど、これワンターンで、ね、立った瞬間のターンなんですけど、
いやこれはね、もう斜めに抵抗し、ノーズを斜めに向けて抵抗しちゃうのは、もう縦にビーチ側に向けて抵抗してるとね、もう気づいた波が終わってしまってるので、これはね斜めに抵抗しましたね。はい、で今回アフレコしたいんだけど、最後の最後でねまさかのアクシデント発生で、いや焦りましたね。ちょ最後の最後までねぜひ見てほしいんですけど、今日は GoPro と陸取り 2カメでやったんだけど、もっとねとんでもないでかい時とか、とんでもなくいい波の時とかやったら、もっとね見応えありやと思うので、またねいい波の時とかもやってみたいんですけど、まあ、今回は、はい、こういう、ね、感じの腰腹ぐらいでインサイドでドカンと割れてしまう波を、はい、解説入れていきたいと思います。これね沖向かって波を見つけてる最中ですね。あ、これもう見つけましたね。はい、スピードつけてドカンとね、これ転んでしまいましたね。はい、こういうね GoPro 目線って結構本当にザ目線なので、サーフィン中のね結構どこ見てるかとか参考にしていただきたいなと思います。今日のね波マジで腰腹ぐらい でしかもミドルから、沖じゃなくてこれミドルなんですよね、回ってるのがミドルからやったんですけど、たまに鬼ハマりで全然沖に出れない時あったんですけど、いやこういうねカレントはほんと怖いですね。あとはミドルのちょっと沖で待つと後で映るんですけど、やたらと沖に気づいたらずっと沖に、ずっとではないけど結構沖に流されてたんですけど、やっぱ一人無人やと自分が流されとるなとか分からんくて、だからこれって本当に危険なことやなと思いながら一人でサーフィンしてましたね。なんか見るたんびに、陸を見るたんびに車がどんどん遠くなるなとかとか、あとはなんかやたら波割れんくなったなみたいな思ってきた時に、あ流されとるわと思って、はい、ビーチ側に戻りましたね。はい、これいきますよ。でこれ最初フェイス超たるかったんで一回ファーザー戻っといて、でここでフローターで抜けて最後ドカーンとね、これマジサップドライバーやったら無理じゃなかったら無理ですね。これリプレイで GoPro 目線で、でこからドカーンとね目線も腰も回してやって、ここでスパッとね最後決めていったんですけど、このあ GoPro がこう1点をね、ちょっと表現難しいんですけど、こう頭を振ってないのが多分わかると思うんですけど、結構多くのねサーファーの方がこう目線とか頭をこう右見たり左見たり下見たり変な方向ばっか向いてしまうことが多いんですけど、それって結構体もブレるので NG なんで、もうなるべくこの体とお腹の芯をもうぴったりね、この棒にしがみついてるぐらいブレずにやるとターンとかも迫力より出ると思うので、それはね本当体幹トレーニングとかが必要やと思いますけど、もう最近思ったんやけど、このサーフィンでどんなトレーニングが一番いいのかなと思った時に、本当いろいろあるじゃないですか。ランニング、腕立てとかデッドリフトとか、水泳とか、太ももを鍛える、胸鍛える、首鍛えるとかいろいろあると思うんですけど、もちろん全部あったらね最強になると思うんだけど、一番ね必要やなと思ったのは足腰、その下半身の力、バネですね。これが一番いるなと思いました。だからスクワットやりきった人マジ強くなると思うので、ぜひ皆さん家でできると思うので参考にしてください。でね、今ここで最悪のアクシデント始まってるんですけど、今の最後のエアーで口からね GoPro が飛んでったんですよ。でこの波やから、この映像ね今どっかに GoPro が流れてってる動画なんだけど、この波やからすぐ浮き上がると思ったら全然浮き上がってこんくて、波数多かったってのもあるんやけど、あ終わったわと思って、しかも GoPro12 で最新やったんで、やべえどっか行った消えたとか思いながら、これ相当ねこれでもカットしてる方なんですけど、どこ行ったって思って、音もねこれ多分探しててカットした部分でね、カメラ一時停止してたんでカットしたんですけど、これマジであ終わったって思ったっすね。もうデータとかより GoPro12 どっか飛んだら結構ねちょっと辛いんで、ちょっとこれマジで10分近くこうやって探して目線で追ってたら、まさかのもう堤防の向こう、あの堤防の近くまで流れてて、まさかの上陸してたんで、しかもスポンジがオレンジあったんでね、なんここまで流れてたんですよ。
まあそんな感じで、今回はこんなアクシデントもありながらのサーフィンセッションでしたけど、アフレコはこんな感じで終了していきたいと思います。お疲れ様です。あってよかった。やべえ、なくしたと思った。もうそんなんなくしたら見つけるまで夜中まで探さなあかんかと思った。しかもそれ GoPro12 だもんね。いやー、マジでやばい。うわ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 、ちょっとね、もうエアー最後しようとしたらもう風で吹き飛ばされて、エアーどころじゃなかったっす。もうすごい、うわ、もうこれ見てん、この土見えるかな、もうとんでもないよ。もうこういう日はね、もうミスドクってネットリックスでも見たいっすね。はい、もうそうします。もう家帰って僕もミスドはいらんけど、もうあの家帰ってネットリックス見ますもん。いやちょっと今日のコンディションはね、辛すぎた。もうあのゴールデンウィークね、終わってやっと人過ぎたなとかちょっと思ったりしたんやけど、この波やったらね、もうどんな人おってもどうでもいいなってぐらいの波でね、ちょっと厳しかったな。もう風で煽られて、これ何メーターぐらいあるかなって風ね、思うぐらい強風で、この強風は久々っすね。まあこれ10メーター以上ありますね。車もめっちゃ揺れとるよ。やばい、結構辛いっすね。すごいわ。はい、まあこんな感じで今日は終わるんですけど、まあとにかく波も風も厳しかったということで、今日はですね、こんな感じで終わっていきたいと思います。というわけでありがとうございました。はい、お疲れ様。